ドジャース、レイズ、24日、日本時間25日、ドジャースタジアム、ドジャース、大谷翔平投手、30、が、前日の試合で40本塁打と40盗塁に到達し、出場126試合で史上最速の、40から40、を達成した。三 3, 3の9回にし満塁から初のサヨナラ弾。スタジアムが揺れ、大歓声に包まれた。 地元中継局のスポーツネットらでリポーターを務めるキアステン・ワトソンさんは、三塁側ベンチのすぐ真横で歴史的瞬間を目撃。とてもエキサイティングでした、翔平にとって、とても特別、と笑顔で振り返った。ヒーローインタビューを担当し、背後からウォーターシャワーを浴びた大谷と共に、思いっきり水浸しとなった。翌日のこの日、内野手のロハスからは謝罪され、共に笑い合った。 すごい歓声だった、と、興奮状態が続いたグラウンド。それでもワトソンさんは冷静さを失わなかった。打った瞬間と打球を見て、ホームランになりそうだって分かった。ファンもエキサイトして、私も立ち上がって興奮したけど、待って、試合終了じゃない。私はインタビューしないといけない、って、とても大きな瞬間で、ファンがみんな祝福して、 スクリーンでも表示されて、翔平に火が当てられて。それがエキサイトしている状態から、私にリセットする時間をくれたんです。ただ、質問を考えるほどの時間はなかったという。いつもは準備するんだけど、昨日はできなかった。誰をインタビューするかも、試合が終わるまでわからないから、と、快挙達成直後の慌ただしさを振り返った。